原子力で電気を作る原発についての初めてのニュースです原発を安全に運転できるかを調べる委員会が 今日福井県にある敦賀原発2号機を運転してはいけないと言いました。 理由は原子力発電所の下にある断層が将来動くかもしれないからです。 断層が動くと原発の建物などが壊れるかもしれません。 2011年の東日本大震災の後、日本では全部の原発について安全かどうかを調べています。 委員会が運転してはいけないと言ったのは初めてです。